戦いに一見関係なさそうな悪魔の実の能力って、そういう重要な局面をもう想定して設定されているよね、みたいな。 ワンピースの物語性はあまり羨ましく思われないゴムゴムの能力を俺のゴムゴムのピストラ最強なんだと自分の意思を信じて疑わないルフィが海賊王になる物語だと思います佐々木役クイーンキングも一般常識とは違う使い方を、えー、できるように悪魔の身自体が能力者の意思を形にする性質がそもそもあるのでは、えー、ジョイボーイはその中でもより自由なニョイ己の意のままに突き進む存在なのではないか そうか、バラバラの実とかも全てだけどある程度は自由にできるでその自由の幅が一番広いのが人々の実現住種モデル2巻みたいなことかまあ確かに名号とか噴火の流星群とかまあある種人の想像力をまあ具現化している感じはいろいろあるもんね杯のあの能力だって自由にある程度自分のアイデアを形にすることができるのが悪魔の実で,でそれの最強版が人々の実 のモデル2か今回巻き巻きの実のこの回収のされ方あるじゃないですかゾウの噴火雨を巻いておいてそれを一気に解放するで巻き巻きの実ってなんかそんなに強いのかっていうその戦いとしては強くねえだろうっていうのがあるんですけど今回のこの鬼ヶ島の炎を鎮火するっていう重要な意味を持つってなった。 戦いに一見関係なさそうな悪魔の実の能力って、そういう重要な局面をもう想定して設定されているよね、みたいな。スタッフとそんな話をしてて、確かにそれ結構多いかもな、みたいな。例えば、チョキチョキの実とかって、あれ、なんかそんなに強くなさそうな感じするんですけど、インペルダウンから脱出するとか、あと、頂上戦争の時にルフィ君行けみたいな感じで坂道を作るとか、バトルに関係ない能力を持って、 やってるるが今後の重大な鍵を握るまあ熟々の実とかもそうですよね売れさせるっていう攻撃に特化した感じには見えない能力なんですけど桃之助を成人化させるっていうもうストーリーにとって、えー、絶対欠かせない流れがその熟々の実には組み込まれてたとか今後のだから『ワンピースの物語の展開を考えるときにこの一の 一見無意味そうに見える悪魔の実の使い方みたいなのを考えるとさらに考察の精度も、まあ、今回ねあの巻き巻きの実があらゆるものを巻けるで水を巻いて保存できるみたいなところがまあ生きてきたところなんで一見役に立たなそうな悪魔の実がボンって出てきたらこの能力で感動するストーリーを一つ作りなさいぐらいの感覚で考えてみるのもちょっと楽しいのかな巻き巻きの実を雷蔵の能力にした時点で大田先生はここのことまでもう想定してた 可能性が高いいいんじゃななかみたいなね忍に熟熟の実を授けた時点で桃之助の成人化までもう見越してた可能性が非常に高いと思うんで悪魔の実の能力一見不必要な悪魔の実が発表された時はそれは結構要チェックと本当にもう一つとして捨てるところがないというねまあ読み読みとかね役に立たないのが伏線ドルドルの実とかどこまでなんだろうねドルは毒を通さないとかねあの辺まで行ったのがただミスター3は活躍しすぎだけどな <laughs> まずギャグ描写で隠す癖があるいや本当だね福アペさんご縁があるぞ前回の配信でローかブルックあたりが身代わりになり添ってスパチャさせてもらったんですが、えー、メタ的視点だとローのオペオペが術者の命と引き換えに不老不死にできるという設定がある以上どこかでその展開があるのかなと思うとなおさらローがと思っちゃいますわざわざその設定を設けた意味は今後に関係あると思いますかあまあそうだねわざわざこの発言をしたということはローがどっかではそれを発動させる 戦にも捉えられなくもないですがこの概念を発表したっていうことだけで意味はもうもたらされてると思うんですよねローがこのまま、えー、死なずにワンピースという物語が終わりようがつまり過去にそういう形で不老不死を受けた者がいるでそれがご老生とかイム様とかっていうのであればその説明をする役割 があるんでわざわざその設定を設けた意味は今後に関係あると思いますかっていうのは要するにそういう過去に苦労手術を受けたものがある可能性を読者に認識させるために、えー、その設定を設けたってすればわざわざローが死ななくても役割を果たしているとは思います。